こんにちは、武器屋の店主のフランです。チャッス、私は勇者のユウちゃんだよ。今日は銃の付属パーツについて扱っていきます。付属パーツだと、スコープとかそういうやつか？マズルデバイスについてですね。マズルデバイス、マズルのデバイスのことか？マズルなデバイスではなく、マズルのデバイスですね。銃口についているパーツのことです。マズルデバイスとは、こういうやつです。銃や大砲の先端に装着されています。ほう、そういうやつか。戦車の大砲には T 字のやつがついているよな。T 字だったり、鳥かごみたいなパーツが砲身の先端についています。これはマズルブレーキというパーツですね。大砲だけでなく、ライフルやマシンガンにつけることもあります。マズルブレーキか。反動を弱めるためのパーツだな。そうね。また、マズルブレーキ以外にも、いろいろなマズルデバイスがあります。ほとんど同じにしか見えんが、似て非なるものだというのか。これはフラッシュハイダー、またはフラッシュサプレッサーと呼ばれるパーツです。発射時の閃光を軽減するパーツですね。光を消すやつか。これはサイレンサーですね。サウンドサプレッサー、単にサプレッサーとも言いますが、銃の発射音を軽減するものです。これは音の出ないピストルになるやつだな。それから、マズルブレーキと似ていますが、リコイルコンペンセーターというのもあります。これも発射の反動を抑えるものですが、マズルブレーキとは少し異なる特徴を持っています。いろいろあって区別がつかんぞ。複数の機能を併せ持ったマズルデバイスもあるので、見た目だけで区別するのは困難です。そんな全部のせみたいなやつもあるのか。他にも、マズルブースターというものがあります。これもマズルデバイスの一種ですが、リコイルを強める効果があります。リコイルを強くしてどうするんだ？動作の信頼性を高めるために使います。そんなのもあるのか。そうね。それぞれ何がどう違うのか？今回はこれらについて説明していきます。まずはマズルブレーキから詳しく説明していきます。マズルブレーキはその名の通り、マズルについているブレーキです。ブレーキをかけて発射時の反動、リコイルを軽減するためのパーツですね。反動を弱めるだけでなく、マズルライズも大きく減らすことができます。マズルライズは銃口が跳ねる現象のことだな。こんな穴開けたパーツつけるだけで、そんなに効果があるのか？だいたい 10% から 50% ほど反動を減らせると言います。50% も減らせるだと、効果ありすぎだろ。通常、銃や大砲を発射すると、作用反作用によって、前方向に働く力と同じ力が、後ろ方向にかかりますが、マズルブレーキを使うことで、左右にパワーを逃がし、後ろ方向にかかる力を弱めます。ふむ、パワーを左右に逃がして反動を弱めるわけか。マズルブレーキは、もともと野戦砲や戦車砲のために使用された技術です。大砲は砲弾が大きいので、反動が凄まじいです。反動が強すぎると台座が壊れたり、地面にめり込むリスクがありますが、マズルブレーキを使えば、そのリスクを減らすことができますね。なるほどな。マズルブレーキは、特に戦車に搭載する対戦車砲には必須の技術となりました。ワールドウォー2の時代になると、戦車砲の火力は飛躍的に高まります。火力の高い大砲ほど、リコイルも強いです。野戦砲は地面でリコイルを受け止めることができますが、戦車砲のリコイルは、砲塔のマウントで受け止めなければなりません。マズルブレーキがなければ、主砲を撃った瞬間に、砲塔ごと吹っ飛んでしまう危険も考えられます。確かに。ティーガーみたいなやつの手法だったら簡単に吹っ飛ぶかもしれん。手法の発射に砲塔が耐えられるようにするため、戦車砲にはマズルブレーキが標準的に使われるようになるのです。それから、ワールドウォー2で使用された対戦車ライフルもマズルブレーキを持っていましたね。対戦車ライフルか。めっちゃでかくてリコイルも強そうだしな。現在使われている50口径の対物ライフル、バレットなどにもマズルブレーキがついています。ワールドウォー2時代は、バレットよりも大きい 20mm 口径の対戦車ライフルもありました。このような大型のライフルをマズルブレーキなしで撃つのはリスクが高すぎます。肩がぶっ壊れそうだ。マズルブレーキなしでは、ホモサピエンスに撃てる反動ではないように思える。昔も今も、大きめの大砲やライフルには、マズルブレーキが搭載されているってことか。そういうことね。ただ、現代の主力戦車の戦車砲にはマズルブレーキを使いません。そうなの？その理由は後ほど説明します。マズルブレーキは、反動を減らせる便利なアイテムですが、短所もいくつかあります。短所だと。マズルブレーキは、左右にガスを逃がしますが、結構な量のガスが横に出ます。
特にバレットのような大型のライフルを発射する場合、近くにいると爆風で大怪我する可能性があります。そんなに危ないのか。それから音が大きくなるという短所もあります。車種や周囲の人は騒音に気をつけなければなりません。爆風と音が強いからバレットには近づくなってことだな。横にガスを逃がすので、側面にだけ穴が開いているものはマズルブレーキになりますね。マズルブレーキは大きく反動を減らせるので、特にリコイルの強い大型の武器には有効なマズルデバイスとなります。マズルブレーキと似たものにリコイルコンペンセーターというものがあります。これも銃口から出るガスの向きを変える機能を持っていますが、マズルブレーキとは少し違います。何が違うんだ？コンペンセーターはガスを上方向に逃がし、下向きの力が働くようにしています。特に銃口の羽、マズルライズを軽減する目的で使われているものを言います。なるほど、これはガスを上方向だけに逃がしているのか。ワールドウォー2の時代にはドンプソンや PPSH などのサブマシンガンに採用されました。サブマシンガンはフルオードで弾丸を発射するので、銃口が上に跳ねやすくなります。ソ連が開発した PPSH はバレルシュラウドを斜めにカットしてありますが、上にガスを逃がしてマズルライズを軽減します。ほほう、そういう風になっているのか。またマズルブレーキのように反動を抑制する機能を持ったコンペンセーターもあります。しかしマズルブレーキほど極端にガスの方向を変えたりすることはないので、リコイルの軽減効果は大きくはありません。マズルブレーキの改バージョンみたいなものか。そう言ってもいいかもしれません。マズルブレーキほどの反動抑制効果はないですが、その分短所も少なくなります。つまり音もそんなに大きくないし、車種や周囲の人にガスがかかることもなく、うるさくもありません。コンペンセーターは反動の弱い小型から中型の武器には効果の高いマズルデバイスとなります。マズルブレーキの性能をバランス調整した感じだな。フラッシュハイダーについて説明していきます。フラッシュハイダーはその名の通り、発射時の閃光を隠す効果があります。フラッシュをハイドするアイテムってことか。光を消すんだね。閃光を隠すことには具体的に2つの恩恵があります。1つは光を減らして敵に見つかりにくくすること、もう1つは撃つときに射手の目がくらまないようにすることです。おう、目がくらむのを防ぐ効果もあったのか。そうね。ワールドウォー1よりも前の時代、ライフルがとても長かったので、閃光が銃口から漏れるということがありませんでした。しかし、ワールドウォー1以降はライフルがどんどん短くなっていくので、銃口から光が漏れるようになります。その対策として、フラッシュハイダーが使われていくようになるのです。武器が短くなったからか。それから、ワールドウォー1以降は夜間に戦闘する機会も増えました。ワールドウォー1の最中に栄光弾が発明され、真っ暗の中でも射撃指示を出せるようになったからです。栄光弾は光る弾のことだな。そうね。真っ暗の中だと口であそこを撃てとか言ってもわからないので、栄光弾が登場するまで夜間に戦闘することはほとんどなかったんです。でも栄光弾を使えばあそこを撃てばいいんだな、ということが目で見てわかります。ガイドビーコンなんか出すな。やられたいのか。確かに栄光弾は敵に見つかる可能性もありますが、夜間戦闘は栄光弾を使わないとどこ撃っていいかわかりません。それもそうだな。しかし夜間に戦闘するとなると、マズルフラッシュが目立ちます。栄光弾を使って射撃指示を出す人は位置が割れてもある程度仕方ないですが、他の兵士の位置まで特定されるのはまずいですね。また夜間は特にマズルフラッシュで射手の目がチカチカしてくらみやすくなります。そういう理由からもフラッシュハイダーの必要性が出てきたのです。なるほど、実戦の中で必要性が出てきたアイテムだったんだね。でもこんなアイテムを装着するだけで光が減らせるのか。銃口から出るガスを分散させたり、ガスのスピードを遅くして冷却することによって閃光を減らします。銃身の長さや使用弾薬にもよりますが、マズルフラッシュを完全に消すことができます。そんなに効果があるのか。フラッシュハイダーもマズルブレーキやコンペンセーターのように飛びかごみたいな形をしています。見た目で区別するのは難しいです。難しすぎる。フラッシュハイダーは基本的に閃光を軽減するのが目的で、リコイルを軽減させるものではありません。またマズルブレーキは反動を抑制するのが目的で、閃光を軽減することはありません。形は似ているけど全く役割が異なるってことか。そういうことね。中にはマズルブレーキとフラッシュハイダー、両方の効果を持つものもあったりします。サプレッサーについて説明していきます。
サプレッサーはサイレンサーとも言いますが、音を軽減するものですね。サプレッサーは明らかにマズルブレーキやフラッシュハイダーとは形が違うので、区別しやすいと思います。細長い円筒形の形をしています。他のと比べてもでかいな。折りたたんだ警棒みたいに見える。単体だと銃の部品じゃないみたいだ。そうね。サプレッサーは最初から銃と一体化しているものと脱着式のものがあります。サプレッサーはマズルブレーキやフラッシュハイダーとは違い、密閉された空間でガスを処理する仕組みです。銃口から出るガスをサプレッサーの中に封じ込め、ガスの噴出を遅らせることができます。ゆっくりガスが出るってことか？それで音がなくなるのか。銃口から出るガスの量を小出しにすることで、音を静かにできます。これはサプレッサーの断面図ですが、このギザギザした空間にガスを封じ込め、分散させます。それでガスが一気に銃口から放出されるのを防ぐわけですね。ふーむ、そういう仕組みになっていたんだね。サプレッサーは音を消すだけでなく、様々な効果が付随します。ガスが一気に出ないので、結果的に閃光を軽減することができ、反動も抑制できます。サプレッサーは複数の効果を合わせ持っているのか。そうです。マルチな機能を持つサプレッサーは、ハンドガンからスナイパーライフルまで幅広く使用されています。使われるようになったのはワールドウォー2からで、諜報機関のスパイなどに装備されることが多かったです。やはりスパイ的なやつが使うアイテムだったのか。一体型のサプレッサー銃では、イギリスのウェルロットというピストルが有名ですね。非常に静かな銃として知られています。変な形だ。サプレッサーは便利なアイテムですが、セミオートのピストルにつける場合には不具合が生じることがあります。そうなの？ピストルは、ショートリコイルという重心が動くアクションを使っているものが多いです。サプレッサーは重心に合体させるので、サプレッサーの分だけ重心が重くなります。ショートリコイルは、素の重心の重さを基準にして動くように設計されているので、サプレッサーをつけたら重量肩で動かなくなります。そういうことか。重心が重すぎてショートリコイルが動かなくなるんだ。でもそれってどうしたらいいの？ショートリコイルの銃にはサプレッサーを使うなってこと？実はショートリコイル用のサプレッサーがあります。内部にマズルブースターとサプレッサーの重さを切り離す部品がついており、重心が重くなっても問題なく動かすことができます。マズルブースターだと？マズルブースターはリコイルを強めるためのマズルデバイスです。通常、つけることはないですが、ショートリコイルのような重心が動く銃に使われることがあります。そんなのがあるとはな。例えば、ワールドウォー2でドイツ軍が使っていた MG42 というマシンガンには、マズルブースターが使われています。MG42 はショートリコイルですが、重心が重いため、弾薬のパワーだけでは重心を動かすことができません。なので、マズルブースターをつけて、リコイルのパワーを高めてあるんです。そういう事情か。重くて動かせない重心を動かすためにつけるんだね。そういうことね。銃口のところでガスのパワーを反射させて、後ろ方向にかかるリコイルを高める仕組みですね。そんな技を使っているのか。MG42 は現在、MG3 という名前で使われている現役の武器ですが、今でもマズルブースターを使って動かしています。MG42 と MG3 は、口径が 7.92mm と 7.62mm の違いだけで、設計はワールドウォー2時代と全く変わりません。MG42 は超精巧兵器だな。マズルブースターは、リコイルを強めると言っても、射手の体にかかるリコイルが強くなるわけではありません。動作の信頼性を高めるためにつける仕組みですね。重心を確実に後ろに下げるためか。マズルブースターはちょっと特殊なマズルデバイスですね。ですが、ショートリコイル用のサプレッサーには、内部にマズルブースターが搭載されているので、見えないところで活躍しています。マズルブレーキやフラッシュハイダー、サプレッサーなどは、現代の軍隊では一般的に使用されています。ただ、サボ弾を発射する武器や兵器には、サプレッサーやマズルブレーキが使えません。サボ弾だと。サボット弾のことですね。サボット弾は、弾丸にサボという加速用の追加デバイスを装着した砲弾です。発射するとサボは廃棄され、弾心が標的に向かって飛んでいきます。非常に貫通力の高い鉄鋼弾ですが、廃棄されたサボはマズルブレーキに引っかかってしまいます。おう、そういうことか。サボが邪魔だ。現代の主力戦車の戦車砲は、サボット弾を標準的に使います。なので、現代の戦車砲にマズルブレーキを使うことはありません。ふーむ、そうだったんだね。ワールドウォー2の時代とは違っていたのか。そうね。
ライフルやショットガンにもサボット弾がありますが、同じ理由でサボ弾を発射するときはマズルブレーキやサプレッサーは使えません。サボがサプレッサーの中で引っかかり詰まってしまうのです。どう考えても引っかかるな。仮にマズルブレーキからうまくサボを排出できたとしても、廃棄されたサボが横に飛んでいくので味方に命中する危険があります。いろんな意味でリスクしかないので、サボット弾を使うときはマズルデバイスが使えません。なるほどね。現代ではそれぞれの武器の仕様に合わせてマズルデバイスが取り付けてあります。リコイルを弱めるマズルデバイスは銃によっては動作に支障をきたすこともあるので、適切なものを使う必要があります。いろいろ奥が深いんだね。かっこいいからって適当に選んでつけるのは危険だ。そうね。マズルブレーキは横にガスが飛んでいくので、そのことを知らずに使って仲間を傷つける危険もあります。どのようなものをつけたら良いか知識を得てから選ぶ必要がありますね。武器屋のお姉さん、マズルデバイスの解説でした。それぞれ開発経緯は異なりますが、おおむね同じくらいの時代に活躍するようになったアイテムです。ワールドウォー2である程度一般的な装備になったんだね。そうね。戦闘の変化と武器の進化に合わせて使われるようになりました。ワールドウォー2戦後はフルオートの使えるアサルトライフルの台頭によってさらに活躍の機会が増えます。なるほど。連射力が増したからマズルデバイスは必須というわけか。そういうことね。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。異世界食レポチャンネルもよろしくね。